李用文は中華人民共和国の軍人、政治家、中国人民解放軍海軍政治委員などを歴任した。最終階級は海軍上昇。出生名は超鈴心。三島省境政権制残陳に生まれ、東京の総万野の紹介により1937年4月、中国共産党に入党する。日中戦争勃発直後、 総万能を初期とする中共衛星臨時権威の宣伝委員となるが、武装放棄の計画が漏れたことで、国民党政府の指名手配を受け、長数身から利用分に改名。1938年1月、総万能利用分、林閣川原は、不留合能学校で武装放棄し、文戸県大水白鎮まで進軍して、三島人民抗日救国軍第三軍に合流した。 日中戦争期、利用分は、三島渋滞第五旅政治部副主任、路中軍区第四分区副政治委員などを歴任した。国境内戦では、林、路南、毛領などの戦役に参戦し、1948年5月に、第八渋滞政治部主任となる。第八渋滞は1949年1月に、第26軍に改編、渡り5戦役。駅、 上海戦役に投入された。境政出身の共産党幹部合影。左から国北、利用文、王一平、総万の人民共和国建国後、利用文が政治委員を務める第26軍は、上海に永住していたが、朝鮮戦争では中国人民志願軍に編入され、長津湖の戦いなどに参戦した。帰国後、利用文は三東軍区政治部主任。 最南軍区政治部主任などを歴任。1970年4月、州恩来国務院総理の指示により外交部の軍代表、副部長に転じ、林票事件の分析やニクソン法中の対応に当たった。1972年4月中座ザニア大使、1975年国交樹立により、初代の中間ダガスカル大使を県九1976年2月には、 中ソ連大使に任命されるが赴任しなかった。1977年4月、国防科学技術委員会政治委員となり、人民解放軍の現代化に邁進する。1980年10月、海軍政治委員に任命され、1990年4月に引退するまで務めた。2018年4月10日、北京において病死。第11時、12時、13時。 全国代表大会代表、第十一届中央委員会候補委員、中央軍事委員会委員、第十二届中央委員会委員、中央顧問委員会委員。1955年9月少将、二級独立自由、勲章、一級解放勲章。1988年9月海軍上章。1998年7月一級紅れ航空栄誉章。 ありがとうございます。